囲碁道第6局、対局を始めます、やっていこうと思います。今回も東洋八段戦、手番は俺の黒番です。まあ、黒が星と小目、白が向かい小目で、まあ、付け引き打ってみたいなよくある感じで始まりました。今回の碁は対局なんですかね、動画にした対局の時間がすごい長くなっちゃったんで、ちょっと今までにないぐらい加速させてます。 1.7 倍速、倍速にしちゃうとちょっとさすがに早すぎるかなってことで 1.7 倍速にしてだいたい20分ぐらいに収まればいいかなってことでやってます。というわけで、まあ、今回の碁も見ていこうと思うんですけど、この碁ね、実は打ってる時ね、この碁取るちょっと前にこんなことがあったんでちょっと苛立ってますというか、なんかまあちょっと見てもらうと、対局を始めますって言って一手打ったところで、相手なかなか打たないなと思うと、なかなか打たないねって思ったらギブアップみたいな、こういうのがね結構商談間近だとあるんですよでなかなか相手見つかんなくて、ちょっとイラついてた時の碁なんで、だいぶひどいですねきっとこれから起こることは。八段戦ってね、なんか七段戦に比べて相手少ないんですよ、なんかもともと。それがなんかこうやって避けられてしまうとなおさら相手が見つからなくてっていうようなね、まあ、特にね動画撮ってる時だとあれなんですよねやっぱり早く見つかってほしいっていうのが普段よりも思うので、なんだよ始まらないじゃないかみたいなことを思って、まあせっかくやっと始まった碁ね、こういい碁が打てないみたいなことがあるのでね、まあね、だから最近の大会とかでもなんか普段通り打てずに負けるみたいなのが結構あったんで、こういうのも普段通り打てずに負ける部類なのかなみたいな、まあ練習ですけど、なんていうか、普段だったらまあ打たないような手を打って負けてたりとかする碁が結構あるんでね、まあ商談間近っていうのがある意味、まあ本番の練習じゃないけどそんなようなところもあるからな、こういう碁ちゃんと勝てるようにならないとリアルで勝てないんでしょうねっていう感じかな。でまあここをとりあえず入ってきた白を攻めて厚み働かせたいとこなんですけど、どうなんだろうな、この辺この辺まではそんなに悪くもないと思うんですよね。とりあえずこうなってみると、最初に裾に入ってった石からのやり取りというか、一応分断できたんで、この格好だとなんていうか、隅のね、三々とかツケとかがなくなって丸ごと地になってるんで、これなら黒も不満ないんじゃないかなと思います。なんだろう、まあ、図をつけるとこんな感じで、この三角のつけてるやつが余分な交換になってるんで、白にとっては。であとはその石を適当にいじめて封鎖してみたいなことを考えてたんですけど、打ってる時も。でもこの後にね結構信じられないミスをするもんでね、この辺はね、だからきっとせっかくやっと相手見つかったのに見つからない苛立ちを引っ張ってて早く仕留めちゃおうみたいなところがあったのかな。なかなかね。
辺のメンタル的なものというか、そういうのをね、うまく、なんだろう、コントロールできるようになるといいんでしょうけど。だからね、まあ、この後はね、ちょっと負けちゃうんですけど、普通に打ってればね、悪くないような碁を落とすっていうのがね、どうにも最近多いかなっていうことで反省してる、反省したい碁ですね、これも。この辺もね、この後封鎖して黒悪くないはずだったんですけど、なんか攻め合いを読めずに妥協しちゃうんですよ。で、妥協すると全然悪いんですよね。だってね、そういうところをね、しっかり打たないのがダメなんだよな。まあ、ここで絞りは食らったものの、まあ、きっちり封鎖できれば黒がいいですよみたいなところなんですけど、ここでね、しっかり封鎖していればよかったんですけど、実戦封鎖せずに攻め合いが読めずにつながって妥協しちゃうんですけど、まあ封鎖してれば蹴りに対してはすぐ切るのは跳ねついて攻め合い勝ってるんですよね。これはまあこんな感じとか、まああるいはこんな感じでやってきても目あり目なしになるということで、ただまあ白としてもそのまま取られるわけじゃなくて、すぐ切らないでこっちから打ってれば、ただで取られることはなくてというか、まあ、外を継ぐと切って、ダメが1個開くんで、これだと石になるんですよね。で、当て込みに抵抗すると、外が持たないという感じで、これの、まあ、同じように進むと、三角のところのダメ開きがあって石になるし、こっちはちょっとややこしいですけど、まあ、抜きだったら、まあ、目あり目なしになって、るんですけど、当てだったら、まあ、ちょっと甲突きの石のようなものになるんですけど、これはこれで黒としても問題ないですね。適当に他打ってて白がこう仕掛けたかったら抜いた後に A にダメ詰めなきゃいけないんで、どんどん他に回ってて不満なかったっていうようなところなんですけど、じゃあ実戦は攻め合いがちゃんと読めなくて妥協して繋いで、まあ白に突き出されてしまって、こうなるとやっぱり形勢悪いですよね。完全に完全になんか閉じ込めてれば何でもなかったのに、攻め合いがなんか読めずに妥協しちゃうと、こうなるとちょっとね、終わっちゃってますね。いやー、だからね、さっきのところがこの後の一番の反省点ですかね、きっと。この後も一応打つんですけど、やっぱこうなってみると、攻めたかった白石は、まあ血をポン抜いて脱出してるんで、変にも後手一眼ぐらいあるし、どう考えても攻めがもう効かなくて。で、黒の厚みだった石が面一つもない状態で、中に逃げてかなきゃいけないってことでね、だいぶしんどいことになってますよね。まあ、辛抱強く打って挽回できなかったかって思うと、この後についても検討の余地はあるのかもしれないけど、ただまあ、さっきみたいなとこでしっかり決めらんないから、こういうことになっちゃうんだよっていうことで、まあ、一番の反省点は、攻め合いをしっかり読んで、封鎖しなかったところかなと。まあね、この石逃げ出すだけだとね、右上の字は黒そこそこでかいんだけど、下辺の白もそうね、それなりの大きさになっちゃうんでね。弱いし逃げなきゃいけないから入れないんですよ。で、きっと飛ぶぐらいが相場っちゃ相場なんですけど、でも飛びだと覗き利かされて、普通にぐいぐい曲げられるぐらいで、まあこの後 A とか打って、黒をさらに逃がして B あたりに打って白が、負けないんじゃないかなっていうことで、まあなんとかもうちょっと減らしたいなということで切ったりとかいろいろしてますけど、
ただこの時点ではやっぱりちょっと苦しいかな。まあ切りに主張に受けてくれるんだったら一応桂馬まで行って露骨な出切りは最低限ないですよみたいな感じのことなんですけど、これはこれでやっぱ薄いんでね、ちょっとなんだろう、取られちゃいそうな気もするんですよねこの辺だから左辺に対して中央からいろいろ利かされてガツンとされると、まあ、右下から伸びてる黒石がちょっと心細いかなっていう感じで、はい、秒読み始まりました。秒読み始めます。 1.7 倍速なんでめっちゃ声が早いですね。これ相手の秒読みだね。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 今曲げ1本ですけど、この辺はまあ時間つなぎに近いようなところなのかな。まあ一応中央の味も狙えるといえば狙えるというか、まあ曲げに手を抜きにくくなるよりみたいな話もあるけど、1,2,3,4,5,6,7,8でまあ中央、まあ、左辺に対して利かしていって右下の一段を攻めますよっていう感じで打ってて、まあこの辺もな、もう次の利かしにはなんか上からかぶせるような手を打った方が良かったのかもしれないなと今となっては思うけど、まあこっちも利かしに来て、でなんか帽子とか上からかぶせるとかする方がまだ紛れるうちはあったかなと思うんですけど、この時はなんか応急処置的なことを考えてツケを打ったりしてるんですけど、まあね、ツケだけで何かの足しになるかってことで下受けちゃうんですけど、まだなんか飛ぶとかして一旦収まってる方が良かったかもしれないですね。それでもまだ今度、左辺の三角の一段が逆に弱くなっちゃうんで、それはそれで大変なんですけど、まあ、実戦なんかツケ一本だけ利かしてなんか中央さばく足しにならんかなってことをしてから受けたんですけど、これ最悪でした何もいいことがない。この後最悪なんですよこれ。今ツケ腰から締め付けられて、ツケ腰から締め付けられて なんだこれみたいな、うん、何一ついいことがないですからねこの辺のこれひどいな本当に今見ても。まあ、付け越しを打たれて、これ下がるのもね、跳ね継がれるの深い気あまりなくて、かといってなんかどう打つんだろうみたいな。結局実戦は継ぐんですけど、それだって相当効かされてますからね。もうこの辺のやりとりはもう終わったなみたいな感じでそっから打って、まあ、割り込まれてこれ下がるしかなくて、で下がりに対して切り一本打たれて、これも上から当てるのできないんで、そうやって下から受けなきゃいけなくて、でまあ次1本打って、まあ、中央当たりが効くんでほぼ止まってますよっていうことで鉄壁になって、まあ左辺の黒字だってこれ締め付けられてぺちゃんこですし、もう何一ついいことがないこの辺、最悪だよと思って見てますね今これ打ってた時の俺は何をしてるんだっていう、もう取られてももう取れないですよねこれ完全にね何かさばきないかな、今見ても思いつかないけど、なんかうまい手あったら、まあね、あんまり場面に対するコメント今まで動画にあんまついてないんだけど、なんかうまいさばきあったらよろしくお願いしますこれ今ね、一応ね、主張の逃げ出しを絡みにしてなんかやろうとしてるんですけど、打ってる時の俺はきっと。まあ、うまくしのげないよね、これ。まあ、手を打って。で、一旦逃げて。1,2,3,4
まあこれ押さえるんで、ツケを利かして一緒に抱えている石を逃げ出して最後の人暴れかなって感じなんですけど、まあちょっとしのげないよね、こうなっちゃうと。なんかいろいろね、なんか手ないかなと思って調べてはみたんですけど、2体残っています。読み早いな1.7倍。読みが早いですね。まあそれは打ってけど、まあね、中央がもうガンガンに黒、白厚いんで中に逃げていくこともできないし、結局主張を逃げ出すところの、なんだろう、主張を逃げ出すところが何か手にならないかっていうのが勝負なんですよね。そのツケを利かしてで、まあ一回逃げ出すと。でもこれちょっとしのぎないですよね。まあ逃げてで、繋いだ時に何かちょっと手がないかなっていうのがあれなんですけど、まあ切りを睨んで、実戦はね、切りから絞っちゃうんだけど、ちょっと何も手がなくて、これね、多分なんだけど、普通に絞らないで逃げ出して一線飛び下がるような手が一番しつこいんじゃないかなと思うんですよね。それでもまあなんですかね、コウみたいなのにしかならない上に、コウになったところで、なんだろう、上側は取られちゃうようなコウにしかできないんでこういうコウにならできるんですけど、これ相手こうやらなくても、上から当てて三角の中央の一段取っちゃって十分なんで、やっぱりそれじゃ手になったとは言えなくて、そう、ここ突き出してね、左右見合いかなと思ってたんですけど、押さえ込まれちゃってダメなんですよね、これ。その3目ぐらいは取れるかなと思ってたんだけど、押さえ込まれる手があって、ああ絞りじゃダメだったんだなってことで、この後もねちょっといろいろ抵抗するんですけど、まあ無駄な抵抗であってこういう時ってね、投げらんないんですよね、冷静な判断ができてないから。ってことで、まあこの辺でバッサリカットさせていただきますということで、今回はここで終わりにします。はい、ありがとうございました。また次回も、ね。